今回は風車の丘からの開始となります。鶴見緑地公園には他にも魅力が広がっています。風車の丘からすぐ隣、こちらの緩やかな階段を上ると鶴見新山があります。昭和58年4月に造成された標高39メートルの大阪市内最高峰の人工の山、この鶴見新山をポイントに丘陵や大池、流れが配置されています。緩やかな階段を上ると頂上からは大阪平野が見渡せます。遠くに見えるのが鶴見緑地展望塔、命の塔。命の塔は国際花と博覧会のシンボルタワーです。自然と人間の共生という花の万博の基本理念を継承し、子どもたちの未来への希望を育み、市民の集いの場として生かされています。
何か得体の知れない白いオブジェがあります。このような不思議なオブジェが鶴見新山の周囲に点々と配置されています。こちらから国際庭園エリアに入っていきます。国際花と緑の博覧会で参加各国にそれぞれの国で特徴的な伝統的庭園や花壇、珍しい植物や新品種、日本で関心の高い花や木などを出展していただくよう提示して作られた60の庭園が今も残されています。建築物は老朽化し、当時植栽されていた植物も減っていますが、当時の面影は残っていて、独特の雰囲気を醸し出しています。It's quite romantic.
世界の庭園が集結する花博記念公園鶴見緑地。こちらの山のエリアにある国際庭園では、世界の植物や庭園技術を披露した1990年開催の花博から時を経て、今もなお世界53カ国と国際機関から出展された55種類もの庭園跡地をめぐって、自然と触れ合いながら楽しむことができます。一区切り300平方メートルから2000平方メートルあり、建築物が老朽化している庭も多いですが、世界の国々の支援もあるようで、メンテナンスされている庭園もあります。色鮮やかな外光とタイルが印象的なモロッコ庭園。国際庭園には開園時間が決まっています。4月から10月にかけては朝9時から夕方17時半まで、11月から3月にかけては朝9時から夕方16時半までの開園時間となっています。夕暮れ時は360度どこを見渡しても絶景です。
花博は自然と人間の共生をテーマに、1990年4月1日から9月30日にかけて大阪市鶴見区で開催されました。その後、会場跡地は鶴見緑地という大きな公園へと変わり、一般にも公開されています。水辺に映る夕日が綺麗に反射しています。こちらの庭園は16時半で閉館してしまいます。両サイドに立つ紅葉での並木道が道筋を示してくれています。
6 a.m. day after Christmas. I throw some clothes on in the dark. The smell of cold, car seat is freezing. The world is sleeping, I am. Up the stairs to her apartment. She is balled up on the couch. Her mom and dad went down to Charlotte. They're not home to find us out. And we drive. Now that I've found someone, I'm feeling call her name at 7:30. I pace around the parking lot and I walk down to buy her flowers and sell some gifts that I got. Can't you see? It's not me. Swim.